岡田斗司夫先生が富野義行さんにぶつけた日本アニメ界で起こりつつある現象について話されています。もちろんお話作りとか、なんだろうな、内容とかセンス、キャラクターとかのセンスは日本にまだ分があるかもしれない、日本は勝ってるかもしれない。しかしそれはどういう勝ち方か。僕は自分自身が思いついた例があったので、楽屋で富野さんにぶつけてみました。1960年代ぐらいにソニーがですね、小型のラジオを作ってですね、アメリカに輸出したんですね。で、アメリカ人が、感心しながら笑いました。日本人は国土が小さいし、なんだろう、国民も背が低くてちっちゃいから、こんなちっちゃいの作るのうまいよね、俺たちこんなちっちゃいの作れないよって言って、その当時アメリカは大型のテレビ、大型のステレオ、大型の冷蔵庫、ひたすら大きいものを作り、アメリカの車もひたすら大きいものを作り、日本から輸出されるコンパクトカーとかですね、もしくは小さいテレビとか小さいラジオを見て、ずっとアメリカ人は笑ってたんですね。でも、そんな小さいものを作る技術っていうのは彼らにはなかった。そのものも別に必要ないよ。俺たちだっていざとなれば作れるんだ。そんなものは日本に任せちゃえばいいんだよと言って、徐々にアメリカの没落が始まりました。アメリカの家電製品の没落っていうのは、1970年代から80年代ぐらいで、ついにアメリカの国内でですね、テレビを作れなくなったっていう事件が起こった。もちろん作れるんですけども、アメリカで作ったらもうとんでもなく高くついちゃうし、テレビ、ブラウン管式のテレビを作る技術者がアメリカではもういなくなってしまった。だからもうテレビみたいなものは日本人に任せればいいんだと。アメリカ最先端のもっとパソコンとか、あとなんだろうな、もっとカーブの先端やればいいんだって、アメリカ人は負け惜しみかわかんない。今見たら負け惜しみなんですけど、その当時は、いや、住み分けだよみたいなこと言って、徐々に撤退していったんです。その結果、家電製品でアメリカは1980年代後半ぐらいから完全に日本に乗っ取られたような形になった。現在はそれがまた逆転してですね、日本が韓国や中国に乗っ取られたような状態になってるんですけども、おそらくこれと同じような状況が今中国のアニメと日本のアニメ界で起こりつつある。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。